飲んでください。しょうもない話ですね。これは今からちょうど100年前のこと、この国であった本当の話だ。日清戦争や日露戦争があって、広告日本帝国主義バリバリの頃のこと。ところは大阪天王寺公園あたり、明治国家主催による天下の一大イベント、第5回内国勧業博覧会と銘打った。万国博まがいのお祭り会場でのこと。絵のごとく商売上手な日本人たち、人の集まるところ必ずお金が落ちるよと、文明の産物やその展示品をあざ笑うかのように、正門前に立ち並ぶは営利目的のパビリオン。その場外余興パビリオンの一角に、素晴らしいかやぶきの見せ物小屋があって、ふと見ればサーカスの調教師のような男が、こやつらは琉球の貴婦人なりなどと鞭で刺して威張ってるんだ。そう、数百万人がその小屋で見たものは、物でなく動物でなく写真でなく人形でもなかった。その陳列された出し物に民衆は誰もが目を疑った。なんとそこには生身の人間が展示されてたんだ。マレー人がいて、朝鮮人がいて、アイヌがいて、台湾人、インド人、そしてザンジバル人がいた。ジャワ人、トルコ人、アフリカ人、それから沖縄人が展示されたのだ。誰がつけたか、そのパビリオンの名は人類館。人間動物園でもあるまいし、人間が人間を優越感の眼差しで眺められようものか、これをもってアジアの一大帝国たる実力を協調戦としたのか、それとも民族は色分けすべきものだと言いたかったんかい。だが問題はその後に重大な尾を引いたんだ。それを見た一人の沖縄人が新聞に投書した。我が琉球民族は大和民族と同じなんだから、アイヌや朝鮮人なんぞとは一緒にするなと言い出したんだ。これには誰もが呆れ返ったはずだ。差別された者が同じ差別を受ける者を見下したのだ。差別する側につくことで抜け抜けと生き延びようとしたんだ。そこまで意を占め駆り立てた者は一体何だったんだろうか。この歌を聴いてどう思うかは自由です。10年一昔というから100年はもっと昔よというならそれもよし、それは時代錯誤だと側方向かれたって構わないけど、足元がなんとなくぐらぐら揺れてるのがわかるでしょうか。そう、人間という生き物は本当に恐ろしい動物で、いい加減な理由を正当化して他国に攻めたりもすれば、ただむしゃくしゃしたからといって通行人を切りつけたりもする。進化するより退化の一途をたどっているような悲しい生き物だ。だが僕らは悲しんでばかりもいられないのだ。人類観や人間動物への話をもう少し聞いておくれ。ヨーロッパじゃもっと以前からそんな話があったというんだ。福沢諭吉も
侍姿で青い視線を浴びたそうな。産業革命から植民地主義時代へと移るヨーロッパじゃ、ダーウィンの進化論もいつしか人間不平等論にまでこじつけられ、運命というものは人間のつまらない優越意識をあぶり出したのだ。とうとう彼らは植民地の人間たちを展示するに至ったのだ。そう、もともと人類観も西洋のそれに習ったもので、坪井正五郎なる博士がパリ博で見たものを真似たものだった。檻の中に展示された生身の人間を鑑賞してるうちに、このおぞましい光景を当たり前のように日本にまで持ち帰ったのだ。これはたかだか100年前に大阪であった本当の話です。人類観事件という名の世にも恐ろしいノンフィクションなんです。今日もどこかで同じようなことが起きてないとも言い切れないし、足元がなんとなくグラグラ揺れてるのがわかるだろうか。弾けて歌が生まれる講座の街。
だらけつな耳を澄ませば今にも聞こえてきそうだよほらイギリス生まれのドリームさブルースロックバンドソウルアニマルズはライジングサンブルースI'm cold